はい、どうもおねでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。6月の21、22日ってアマゾンプライムデーだったんですけども、今回アマゾンプライムデーで独身女一人暮らしのおねが買ったものを紹介していきたいと思います。よかったら動画最後まで見ていっていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、まず買ったものこちら。はい、激落ちくん。激落ちくん？激落ちくんじゃないのかな？激落ちくんとは書いてないや。激落ちくんパッケージに騙された感じはあるけど。書いてないから違うね。まあ、いいか。この、フローリング用のですね、ウェットシート、20枚入りを2つを2つ買いました。値段がね、まあ、ここに書いておきますけども、なんかね、薬局によって見てみたら、まあ、違うものなんですけど、こっちの方がね、ちょっと安かったんで、ああ、いいや、買っとこう、みたいな感じ。で、まあ、その、まあ、動画出してるか出してないかわかんないんですけども、フローリング、カーペットを全部外して、フローリングにしたんですね。なので、まあ、パッとね、こう、クイックルワイパーみたいなやつで、掃除をしやすくするためっていうこともあって、カーペットを外したので、ラグをね、外したので、まあ、たくさん掃除をするだろうってことで、こちらを買いました。はい。で、次に買ったもの、二つ目。はい。こちらですね。ファブリーズの、特大サイズのやつを買いました。詰め替え用ですね。はい。二つでね、いくらって感じで値段がもこんだしますが、っていう感じでですね。まあ、例に漏れず、薬局で見たらよりも Amazon の方がね、プライムデーで安かったので買いました。はい。まあ、これはね、あって困るもん。これもね、あって困るものじゃないんだよね。買いだめ、買い置きをしてきました。もうね、一人暮らしだとね、薬局に毎日は行かないけど、言うのがめんどくさいんでね、こういう洗剤とか、こういうなんかもう使うものはね、買い置きをしておくようにしております。はい、こちら二つ目ですね。はい、で、次に買ったもの。はい、こちら、ニュアーの、なんだこれ、プロライトスタンドを買いました。こちらですね。まあ、そろそろね、まあ、わかると思うんですけど、ライトが天井しかないんで、ちょっとね、そろそろ撮影用のね、ライトでも買うかということで、今回ね、まあ、カメラスタンドがあるということは、大丈夫。はい、こちらですね。はい、ニュアーの、なんていうの、LED ビデオライト660ってやつですね。まあ、YouTuber さんがね、よく使ってるやつだと思いますので、ご存知の方多いと思いますので、こちらですね。特になんか使ってみた紹介感想とかはやりません。もうたくさん、とても丁寧に作っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるのだったら買いましたよっていうことだけですね。なんかまあ開封とかはやってもいいかもしれないですね。後で自分が見て楽しいように。はい。って感じで、この4、あとこれか。この、Bluetooth の、トラックボールのマウス。一応Amazon プライムデーの価格とか関係なかったんですけど、まあ、これも一応買いましたね。アマゾンプライムデーまで待って買ったんですけど、まあ別にプライムデーの対象じゃなかったっていうマウスですね。まあお姉にしてはね、結構プライムデーで買った方かなっていう気がしなくもないんですけど、なんかごちゃっとしてるね。はい、こんな感じ。はい、っていう感じですね。アマゾンプライムデーで買ったものですね。クイックルワイパーと、ファブリーズ、あとマウスは関係ない。あとこの、撮影用のね、ライトのスタンドと、同じくニュアーのカメラじゃないライトを買いました。まあ、ざっとね、Amazon プライムデーで買ったものが、土日に届くという、まあ、指定をしましてね、平日受け取れないんで、っていう動画でした。これからもね、いろいろななんか、ちょっと見たらためになるかもしれない、そんな動画を作っていきますので、よかったら、チャンネル登録していただいて、また動画見に来ていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただいてどうもありがとうございます。バイバイ。